特別高等警察は、国事警察として発足した、高等警察から分離し、国体保持のために無政府主義者、共産主義者、社会主義者、及び国家の存在を否認する者や過激な国家主義者を、査殺、内定し、取り締まることを目的とした、日本の秘密警察である。内務省警報局保安課を、総元締めとして、警視庁をはじめとする一同三府七県に、 設置されたが、その後、1928年に、全国一律に未設置権にも設置された。略称は、特攻警察、特攻と言い,い、構成員を指しても言う。第二次世界大戦後の1945年に、連合国軍最高司令官総司令部の人権指令により廃止された。警視庁特別高等部検閲課による、検閲事務の様子特別高等警察は、 高等警察の機能を持つ組織である。高等警察とは国家組織の根本を危うくする行為を除去するための警察作用と定義される。いわゆる政治警察や思想警察のことである。戦前の日本では治安警察法、出版法、新聞司法に基づいてこの種の警察作用が行われた。特別高等警察ではこのうち特に社会主義運動、 労働運動、農民運動などの左翼の政治運動や右翼の国家主義運動を取り締まった。1910年、明治天皇の暗殺を計画したとして、大逆罪の容疑で多くの社会主義者、無政府主義者が逮捕、処刑された。これを受け、翌1911年に、それまで高等警察事務の一部であった危険思想取り締まりのため、 内務省が数用地に特に専任警部を配置することを直例で決定し、同年8月21日に警視庁の官房内に従来より存在した政治運動対象の高等化が分化されて、社会運動対象の特別高等化が設置された。どうかの設置により、地方長官や警察部長などを介さず、内務省警保局保安課の直接指揮下に置かれ、内務省と一体となって、 社会運動の取り締まりに当たった。これにはフランスの秘密警察の影響が見られる。特別高等警察を指揮した内務官僚には安倍元気や町村金吾などがいる。1911年には大阪府にも警察部長直属の高等課別室が設置され、翌1 9十二年に特別高等科に昇格した。1 9十三年の警視庁完成の 改正によって特別高等課は特別高等警察、外事警察、労働葬儀調停の3部門を担当する課として位置づけられた。1922年に日本共産党が結成されると1922年から1926年にかけて北海道、神奈川、長野、愛知、京都、兵庫、山口、福岡、 長崎など主要府県の警察部にも特別高等課が設けられ、1925年には治安維持法が制定され取締りの法的根拠が整備された。3.15事件を受け、1928年には石化への恐怖を理由に全府県に特別高等課が設けられ、また主な警察署には特別高等係が配置され、 全国的な組織網が確立された。1932年6月に警視庁の特別高等課は特別高等警察部に昇格した。1932年に岩田義道、1933年には小林拓二に過酷な尋問を行って死亡させるなど、当初は共産主義者や共産党員を取り締まりの対象としているが、後に、 日本が戦時色を強めるにつれ、挙国一致体制を維持するため、その障害となり得る、反戦運動や、類似宗教など、反政府的とみなした、団体、活動に対する監視や取り締まりが行われるようになった。第二次世界大戦中には、宇の目高の目の監視網を張り巡らせたほか、横浜事件や俳句弾圧事件など、言論弾圧と言われる事件を引き起こした。 1944年に大阪府警察局に治安部が設置され、特別高等課も配置された。敗戦後は新中軍の不法行為の監視を行った。当初、内務省は陸海軍の解体、廃止に伴う治安情勢の悪化に対応するために、警察力の増強と特攻警察の拡充を行うつもりでいた。 昭和21年度警察予算概算要求書には特攻警察の拡充、強化のために1900万円が予算要求されていた。内容は、1、視察内定の強化、2、労働葬儀、お弱葬儀の防止、取締り、3、朝鮮人、関係、4、情報機能の整備、5、港湾警備、6、列車移動警察、7、教養訓練の、 計7点である日本国政府内務省は警察力の武装化と特攻警察の拡充強化によって敗戦による未曽有の社会的悪条件の下にある民進の動揺を未然に防止し不穏な策動を徹底的に防止することを狙っていた。1945年10月5日政府は GHQ に上記の警察力拡充計画の許可を求めたが GHQ はこれを拒否している。1945年10月4日、連合国軍最高司令官総司令部の人権司令により治安維持法と共に廃止された。しかし、内務省上層部は日本共産党などの反政府的動静に対処するためにも全国の特攻警察網を温存させる必要があると考えており、 1945年12月19日、特攻警察に変わるべき組織として、内務省警保局に公安課が設置され、各都道府県警察部にも警備課が設置された。GHQ による人権指令により、特別高等警察に在籍していた官僚、警察官は公職追放の対象になったものの、戦争犯罪人として指定され、問責、 処罰の対象となった者は、内務省、特攻警察関係者には一人もいなかった。1万500人の特攻警察関係者の中で、内務大臣、警保局長、保安、外事、検閲各課長及び、各府県の警察部長級51人、特攻課長、外事課長55人、警部168人、警部補千人、巡査部長1587人、 巡査2127人の合計4990人が休職となり、その後、遺岸退職の形で罷免となった。ただし、自以降該当追放者はわずかに319人、一斉罷免者の数はさらに少ない86人でしかなかった。茨城県警察部土浦警察署の署長であった池田博彦は、特攻警察関係者の半数近くが罷免されたことによって、 警察の情報収集能力が落ちたことを嘆いていた。1946年1月3日、アメリカ人ジャーナリストのマーク・ゲインが、山梨県警察部、大月警察署の署長に対して、特攻警察が解体されて、破壊分子を監視する機関がなくなったのは誠に、困ったことではないかと質問したところ、署長は、それは大したことではない。なぜなら、特攻警察の仕事は、 県庁の公安課の司法官の手に引き継がれたからと説明している。所長は続けて、私もちょうど県庁所在地での会議に出席して帰ったばかりです。その会議は12月28日、29日の2日間、開かれて、今公安課にいる元の特効係長が我々の仕事についていろいろ新しい指示を与えました。特に今度の選挙についての、と語っている。 このように特攻警察の業務は公安警察に継承されていた。GHQ 参謀第2部は特攻警察関係者の中から公職追放された者を多く雇用して元特攻警察官の知識や経験を情報収集や暴力活動に利用しており内務省調査局とその後ろ身である法務省特別審査局に入局させて レッドパージュの先方としての役割を担わせていた。特別審査局の調査第参加は、特攻警察の元締めであった内務省警保局保安課と編成が告示しており、団体登記政令第11条により解散処分となった日本共産党や全労連の動向を監視していた。G には、公安警察とも密接な関係にあり、日本の 各地方に置かれた G2 管科の大敵諜報部隊は、各都道府県警察部の警備課と緊密な連絡を取り合って、諜報活動に従事していた。後に G2 は中央集権的な警察機構の存続を望む内務省警報局を支持し、警察機構の文言へ細分化を進める g h q 民政局と鋭く対立している。その後、 GHQ の占領政策の転換に伴う公職追放者の処分解除により、1951年9月以降、自治省、警察庁、警視庁公安部、公安調査庁、厚生省、労働省、防衛庁、区内庁、文部省、日本育英会、住宅金融公庫、年金福祉事業団、日本住宅公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、 日本観光協会などの上級官部職に復職していった。また、公職復帰後に知事や副知事を足掛かりに国会議員となり、その後、自治大人権国家公安委員会委員長や文部大臣、法務大臣となる者もいた。特攻警察の総元締めである内務省、警保局法案課の課長は、課長級では唯一の直任官であり、重要な役職であった。 ベルリンやロンドンに海外駐在官を置いていたほか、新たに刑務官制度が新設され、北海道、東北、関東、中部など、全国5地区の刑務官に、各府警の警察部長や特効課長を指揮できる権限を与えていた。内務省警報局図書課は、新聞、出版物の検閲と外国語出版物の調査を行い、検閲制度の統一や、 内外出版物の論調の調査研究も行っていた。特攻警察は2層構造になっており、内務省の保安課長や事務官のポストを占めるのは高等分官試験を合格した内務省のエリートであった。彼らは入省後5年ほどで小規模県の特攻課長となり、その後2から3年程度で特攻課長に就任し、入省から10年程度で、 本省保安課の事務官クラスに昇進する。特攻課長や外事課長は内務省の指定課長であり、内務省警報局保安課長が任命権限を握っていた。上記の内務官僚のエリートとは、対局的に特攻警察の実践部隊である各府警特攻課や各警察署特攻係には多数の専任警察官がいた。これらと焚き上げ組が、 実務の中心を担っており、その任務の特殊性から長期にわたることが多かった。代表的な人物として1911年に警視庁特攻課労働係に配属された毛利はじめや、1929年に警視庁特攻課特攻係に配属された宮下博がおり、二人とも敗戦後の辞職に至るまで特攻警察に在職していた。数の通り、 特別高等警察は、各県の警察部長を経由して、地方長官の指揮を受ける、一般の警察と異なり、内務省から直接指揮を受ける、特殊な警察組織であった。内務大臣。警保局。保安課検閲課外事課。警視庁特攻部道府県警察部、特攻課外外派遣事務官。特攻一課特攻二課労働課検閲課外事課。 内戦か朝廷か。各警察署、特別高等を特攻と略している。警視庁特攻部は、特別高等警察部を特攻部と略している。表読み一つ誤らないと恐れられた緻密さを持ち、ことに、戦中は、戦闘の冗談も筒抜けになるとまで言われた。戦後、日本共産党が空き刊し、赤旗を復刻しようとしたが、26号までは、 散逸してしまったため、やむなく特別高等警察資料第3号に全文収録されていたものを使った。第二次世界大戦前や戦中は特攻の持つ警察手帳は赤色であるという噂があったが、実際は一般の警察官と同様に黒色であった。なお、過去に実際に赤色系の手帳を持っていた日本の公務員は麻薬取締官と麻薬取締員で、 これは戦前も内務省衛生局の下にあり、色も同様であった。ありがとうございます。